はい、EC チャンネルの松京です。本日も世界へ僕らの、徳田さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。今回からですね、もう実務的なところとか、はい、ノウハウ系のところをお話を伺っていきたいと思うんですけど、はい、そもそもまあどういったサービスをされているのかっていうのをまず簡単に教えてもらっていいですかね。はい、大きく分けて2つありまして、1つが越境 EC と言われているような、うん、まあ、日本の商品を海外に販売する EC サイト、うん、ショッピファイを活用した越境 EC のマーケティングっていうのをやってます。はい。はい、2つ目がですね、製造業とかメーカーさんの海外マーケティングっていって、うんうん、日本から海外に輸出する、製造業メーカーさんの支援だったりとか、すで、うんうん、に海外に支社とか、代理店さんがいて、うん、そこに対してリードを渡すみたいなところの、まあ、リードを獲得してリードを渡すみたいなところの支援ですね、うん、を両方やってます。まあ、単品通販、僕のね、D2C とか、そういう会社さん、クライアントも、一部台湾だったりとかね、はい、まあ、東南アジアだったりとか、まあ、一部アメリカとか中国とかで展開している会社はいますが、はい、まあ、それもごくごく単密はうまくいってる会社の一部しかやってないんですよね。で、一時ブームもあったけど、なかなか今もちょっと伸び悩んでるとかっていう情報を聞くんだけど、そこを海外のマーケティング、日本の会社の支援に特化してるわけですね。そうです。はい。なんで特化してるんですか？それ以外全くやらない、やってないってことですか？そうですね。世界へ母艦なんで。うん。もうそれがもう理由に尽きるんですけど、世界へですね、はい、世界へ母艦なんで、うん、まあ、なんか日本企業の海外進出を支援するっていうところをもう本当にライフミッションとして創業時に決めたんで、うん、なので国内向けのマーケティングは一切やらないということなんですね、はい、これは相当険しい道だなって想像するんですが、はい、まあ、何年ぐらいですかね、創業から、創業して8年目ですね。なるほど、はい、どうでしたこの8年間は。大変でしたね、うん、なので市場に参入してくる競合みたいなのあったりするんですけど、うん、いや頑張れとなんか、うん、いや、やってみていいんじゃないかなと思う。でも、うん、ここマジで大変だよっていうところは、うん、なぜその大手が参入してこないのか、うん、なぜ続けないのかっていうと大変なんですよ、うん、で俗人的ですしマーケティングって、うん、やっぱりその商材ごとにやっぱ売り方っていうのが異なってくるので、うん、再現性を高められる部分とそれぞれの部分がやっぱ CRM でもあるじゃないですか、うん、っていうところでやっぱりこう難しいんですよね、うん、そこにやっぱ核を持って取り組むっていうところができるとやっぱ成果出せるんですけど、やっぱ海外マーケティングできる会社と成果出せる会社って全然違いますよって僕お伝えしてて、はいはい、やっぱりやり抜かないと難しいんですよね、はいはいはい、なんで僕らが国内も海外も両方やりますよって両方向いてるような会社だとやり抜けないんで、もう先ほど見ていただいた海外のメンバーもいるじゃないですか、うん、で海外のメンバーがいて海外に精通したメンバーがいて初めて、うん、成果が出せるっていうレベルなので、うんうん、中途半端は良くないなと思って、もう海外だけに特化してるって感じですね。なるほど。まあ、世界がね、どこまで世界なのかっていうのも聞いていきたいですけど、はい、まあ、徳田さんが、まあ、ご支援しているような会社さんの海外のところからすると、日本ってね、日本とか、まあ、日本の企業、もしくは日本製品っていうのは、そもそもどういうふうに見られているのかっていうのは、どう感じてますか？まずそのメイドインジャパンっていうのは、うん、まあ、良い部分ではあるんですけど、それだけでは何の価値もないですよ。何の価値もない。はい。なんかその彼らの悩みとか課題に寄り添ってたりとか願望にニーズにマッチしててメイドインジャパンだといいよねって形なので、メイドインジャパンは最初に付加価値としてつかないっていうのがありますと、はい、なのでメイドインジャパン推しで日本の伝統工芸品売りたいですみたいなところは、で他になんかどういう人たちのターゲットに対してこれ価値があるものなのって言ってうーんってなっちゃうものは売れないです。ね、一番のポイントはそこやと思うんですけど、はい、日本製とかであれば信頼性があるとか、はいはい、まあ、そのちゃんとした企業が作ってるとか、うんうん、っていうのは日本人は思うし日本の会社も思うし海外もそう思ってるんだろうなと思うんだけど、うん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 、なんでそれがマーケティングとかっていうの販売に意外とつながらないんですかね。で欲しくないものは買わないでしょ。欲しくないものは買わない、はい、ほうほうほう。でその欲しいもので日本製と、うん、中国製があったら、うんうん、で価格も近かったりとか日本製ちょっと価格高くても日本製の方がいいなと思って買うかもしれないですけど、うんうん、まずその結構日本の企業で海外に展開する人ってプロダクトアウトの方が多いんですよ。単品通販とかもそうなんですけど、うん、日本の成功体験で引っ張られてお客さんのこと全く見てなくて、うんうん、自分たちが日本で成功してるものだったら海外でも売れるでしょっていうふうに考えがちなんですね。なるほど。だからそれはちょっと違くて、うんうん、マーケットのニーズがあって同じ商品でもコンセプトを変えるとか訴求を変えるとかってやらなきゃいけないですね、うんうん、そこの部分っていうのは結構間違っていることが多いかなと思いますね。思い込み思い上がりが日本企業は実はそうですね、ということなんですね、
だそういう部分で僕らもあの最初からサイト作ったりかしないんですよ、うん、あの調査とか戦略立案っていうところに 2,3、うん、ヶ月かけて、なるほど、そもそもその商品の特性って何なんですか、どういった悩みとか課題を抱えてる人に対して、うん、価値を提供してるものなんですかとか、うん、海外のお客さんで過去購入した方がいらっしゃれば、なんで買ってくれたんですかとか、どのことなんですかって聞いてって、でじゃあこの市場を目指してます、アメリカ目指してます、うん、じゃあアメリカにどういう競合がいるんだっけとか、うん、アメリカにどういうニーズがあるんだっけってところで、まあ、3C 分析ですね、しっかりやって、はい、でじゃあこのニーズに対して答えるためにこのチャンネルを使って、こういうサイトを構築してやっていきましょうっていう戦略立案みたいなところをもうめちゃめちゃ時間かけてるんですね。それこそ競合サイトの一言一句もう全部見て、どういうコンテンツが存在するかってネイティブチェックして、うん、でシミライブっていう競合調査ツールがあるんですけど、イスラエルの競合調査ツールで、うん、チャンネル別で競合がどういう流入を獲得してるかってデータ取れるんですよ、はい、そうそうそう、でさらにコンテンツを深掘っていって、リファラルサイトどういうところから来てるかとか、うん、どういうメディアに情報を出してるかとか見えるので、うん、全部あの競合の勝ちパターンみたいなのを見出して、はいはい、後出しじゃんけんで勝ちに行くんですよ、うん、それぐらいやんないと広告費にはなんか100万円とか200万円かけても、うん、リサーチにかけない人って多いんですけど、うん、それぐらいリサーチにやっぱ投資しないとうまくいくものはいかないですよね、うん、企業、日本の企業は、はい、いやそんなんもういいから、うん、商品自信あるから、はい、売ってよ、広告やってよとかって言われることも多いと思うんですけど、多いです、どう説得するんですか今の。いや説得しないです。説得しない、いやあのこっちの方がいいですよって伝えるんですよ、うんうん、でうまくいってる会社さんはこういうふうにやってますよって言って、うん、いやいやと、もう僕らのもうプロジェクト、プロダクト間違いないと、うん、じゃあやってみますかと、うん、やってみてやっぱ売れないと、うん、でもうこのキーワードで、うん、この LP だってコンバージョンしなかったら、うん、それってやっぱ調査必要だよねっていうレベルのもので出すんですよ、はいはいはい、で売れなかったら戻ってくるじゃないですか、うん、っていうことでやっぱりこの僕らはやっぱ調査戦略立案とか大事ですよって伝えてもやっぱ伝わらない人もいるので、うん、そこはもうやってみて痛い思いして経験ですよ。でもやってみて うまくいくこともあるんですよ。うん、もうそれはもうあの海外的にニーズがあるもので売ってって、うまくいく。そこは広告の改善とか LP の改善とかしてって伸ばしていくこともあるので、まあ、必ずしも調査しなきゃいけないわけじゃないんですけど、はい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 、8割9割やっぱお客さんが誰なのかとか競合が誰なのかって自分たちのポジションどうなのかってところを理解しないとうまくいってても再現性が低い。じゃあその世界へ母艦の、はい、世界っていうのは具体的にどこの国を指すんですかね。基本的に英語圏であればどこでもやらせていただいてるんですけど、先ほどお話したのが東アフリカのザンビアとかタンザニアとかジンバブエみたいなところもやってますし、東南アジア、マレーシア、シンガポール、フィリピンとか、うん、そういうところもやってますし、うんうん、まあ、一番大きい市場としてはアメリカですね、うん、はい、あの今では3億以上アメリカって人口がいて、でその半分が若い世代なんですよ。購買意欲めちゃめちゃ高くて、であの所得も上がってるので、まあ、アメリカっていうのは市場としてはめちゃめちゃ熱い。であと EU ですね、英語で情報を探してる方もいらっしゃるので EU に対しても販売したりしますね。なるほど、はい、なぜ英語圏内なのか、まあ、僕らが英語だったら分かるからっていうところと、あの価値を伝えるっていう意味で言うと、言語ができるっていうレベルじゃなくて、夏木さんやられたらコピーライティングできないといけないですよ。なのでお客さんの心を動かすにはその言語に精通していることもそうですし、そのコピーライティングに長けてるっていうところが必要なので、そこができちゃんと担保できるっていうのが英語なので英語でやってるっていうところですね。なるほどね、はい、まあ、当然国の違い、文化の違い、うん、マーケティングの違いめっちゃありそうですけど、はい、どうですか、どんだけ違うんですか、何が違うんですか、ね、まずそもそも金融は同じキーワードで検索してても、うん、売れるその価格レンジだったりとか、インテント意図が違ったりとか、うん、結構あの考えてることが違うんですよ。なのであの VPN っていうあのサーバー、VPN サーバーっていうのを使って、海外の環境に行って、その検索結果、フィリピンだったらフィリピンの検索結果に行った時に、その言葉ってどんなことを意図してるのかなって見に行ったりするんですよね。ほうほうほう。なのでその、あとはそのチャンネル別の分析で競合分析したりすると、どの SNS を使ってみんな情報収集してるのみたいな。うんうんうん、なので日本だと LINE じゃないですか。うん、であの海外だと、まあ、Instagram とか TikTok とかあったりすると思うんですけど、うんうんうん、東南アジアだと Facebook 使われたりとか、うん、Facebook のコミュニティの中で情報交換したりとか、うん、なんかこう使ってるチャンネルの、まあ、SNS も違ったりとかしますし、うんうんうん、信用する媒体も違ったりするんですね。うんうんうん、で共通するのはやっぱりこう、企業が発信している情報よりも口コミを重視するっていうのは世界共通してるかなっていうします。基本的にはネットで全部いいんですかね。 D2C なんですけど、はい、すごいそれすみません、いい質問で、あの越境 EC うまくいってる会社って、はい、ほとんど B2B のビジネスもうまくいってるんですよ。なのでまず流通させて、あの顧客接点を持つっていうところが大事で、
それがオンラインだけで空中戦だけで完結してる会社さんもあるんですけど、それはごく稀で、あの B2B のビジネスもしっかりやっていて、あの卸もやってるんです。で卸もやってるしオンラインもやってるしって感じで、このパンプシェードっていう D2C ブランドがあるんですけど、光るパンなんですよね。これとかはフランスとかアメリカの展示会とかに出て、卸先とかを見つけて、あの展示会で、まあ、その卸先に販売するとともに、あのそこの顧客買って UGC、インスタグラムとかでめちゃめちゃピカッと光った時にすごく可愛いんですよね、投稿してくれて、これどこで売ってんのみたいな感じでパンプシェードでハッシュタグで追ったらオンラインに来て、みたいなショッピファイのオンラインに来て買っていただくみたいなのがあって、オフラインの流通がオンラインの売り上げを底上げしてるんですよね。そういう事例もあったりしますね。逆に言うと、その空中戦というか、ウェブだけでマーケティングでやっていくっていうのは、日本企業が海外でやっていく中では、なかなか難しいと。難しいですね。ただ本当にさっきみたいな商品特性があって、分かりやすいものに関してはそうなんですけど、特に東南アジアの人に関しては、自分の本当所得の何パーセント、ね、10%、20% のものを全く触ってもなくて、買うっていうのはなかなかハードル高いので、まあ、難しいのかなと思うので、せめてその自分に近い人を疑似体験してもらって、その人におすすめしまうだったりとか、アンバサダーになってもらうだったりとか、顧客との接点どう持つかみたいなところはオンラインだけじゃなくて、オフラインっていうのも持った方がいいかなと思いますね。もう日本企業が、まあ、海外、まあ、今で言うと英語圏内、英語の言語を話す人口が多いところに、まあ、で売ってみたいと思った時に、どこから展開していったらいいかとか、どこで拡大していったらいいかっていう、はい、その道筋はどんなイメージですかね。まあでも一番やっぱ売り上げが多いところはアメリカなんですね。なんでまあアメリカの顧客に対してその商品が受けるかどうかだったりとか、商品単価に対して配送料ってまあまあするんですよ。アメリカに送ると最低でも2000円とかかるんですね。だ2000円払ってでも欲しいもんなのかっていうところは、やっぱりこう商品単価1000円とか2000円だとやっぱ倍じゃないですか。それってちょっとハードル高いよねだったりするので、基本的にはもう越境なんですか、今のもう全部すべてが。アマゾンを使って FBA って言って、アマゾンの倉庫に置いてもらって、売れたらアマゾンの倉庫をアメリカから運ぶっていう仕組みもありますし、国をまたいで運ぶっていう場合もありますし、現地の倉庫に置くっていう場合もあるんですけど、多くのケースでは越境でまずスタートするのが多いですね。なるほど、はい。アメリカで売ろうと思ったら、まず何をしてたらいいですか。うちのチームでアメリカの中でこう女性のコミュニティみたいなのを持ってるのがあってですね、そこで実際その商品のサンプリング会がありますね。アメリカってめちゃめちゃいろんな人がいるので、黒人もいるし白人もいるし、アジア系もいるし、ヒスパニック系もいるし、誰に対してそれ響くの化粧品なんだっけっていうところだったりとか、訴求が全然変わってくるんですよね。でなんか日本と同じ訴求でやってる場合は、まあ、その誰に響くんだっけっていうのをサンプリング会やって、いろんなその民族の方を集めて、使ってみてもらって、でこの価格帯でこの効能だったらどう思うっていうのを聞くっていうところがあります。で、まあ、クリエイティブとかも、その誰をターゲットにするかによって全然変わってくるので、そのあたりもしっかり解像度上げていくってことをやっていって、今のクリエイティブでいいのかだったりとか、アマゾンって買う場所なんですよ。なので知っていただく場所ではないんですよね。だから知っていただくためにインフルエンサーマーケティングやったりとか、サンプリング会やったりとか、アンバサダー募ったりとかっていうのやっていって、外で知っていただいてアマゾンで買っていただくって動線作れますね。なるほど、はい。まあ、基本的なことをまずベースでお話伺ったので、次にまあより実践的なところとかいう話を伺っていきたいというふうに思います。はい、はい、本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。コメント、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。